こんにちは、マサです。今日は金の価格の上昇は今後2年続く可能性が大きいっていう話をします。現在は金にとって非常にいい状況にあるんです。金というのはアメリカドルで取引されてるんで、アメリカの金融政策に非常に大きな影響を受けるんです。アメリカの金融政策はアメリカ連邦公開市場委員会で決めてるんですが、6月10日に次の声明を発表しました。最低でも2020年末までゼロ金利政策を継続すると。現在の政策金利は 0.25% なんですが、去年の6月は 2.5% あったんです。ここ最近ガクンと落ちたんです。その原因はもちろん新型コロナです。パンデミックによって経済がボロボロになって失業率が上がっているわけですから景気が悪いんです。ですから金利を下げたんです。こういうゼロ金利政策は金にとって非常にいい環境なんです。なぜかというと金利が高い状況だと国債で運用しようかってなるんですけど、今のようなゼロ金利だと、じゃあ金買ってもいいかなってなるんです。さらに言うと、アメリカの金利が下がるっていうことは、ドル安の要因になりますから、ドルの代替通貨の性質を持つ金にとってはプラスなんです。金というのは、指輪とか歯の被せ物とか、そういう商品的な側面と、あともう一個、通貨的な側面があるんです。ドルの代替通貨とみなされてるんです。昔は日本も世界も金本位制度を導入していたわけですけど、その名残が今も続いているんです。こういう状況が最低でも2020年末まで継続するわけですから、金にとっては2年間は非常に心地いい環境です。個人的には2020年末で終わるとは思いません。こんな短期間で景気が V 字回復するわけないです。二つ目は新型コロナの第2波に懸念があるってことです。テキサス州なんかで新型コロナの感染者が増えていますけど、もしかしたらまた第2波が来て経済が止まる可能性もあります。そうなるとまた世界的に株価が暴落しちゃって、一緒に金も暴落する可能性があるんですけど、私は金はそこまで暴落しないと思ってます。なぜかというと、第一波のような状況になると、また財政出動しないといけないから、財政大丈夫っていう懸念が出てくるんです。中央銀行は中央銀行で、また国債を大量に買い取って、お金をジャブジャブ市場に出すわけですから、今度は中央銀行大丈夫っていう話になってきます。こういう懸念が出てくると、逃避需要として金が買われます。ペーパーマネーではなくて、リアルマネーを持とうっていう発想です。私の個人的な意見だと、金のことを一切通貨だと思っていないし、財政は大丈夫って思ってます。私はそう思ってるんですが、世界中の投資家はそう思っていないんで、だから金を買ってるんです。新型コロナの影響がどれぐらい続くかわかんないんですけど、こういう懸念がある限り金は上がっていくんじゃないかと思ってます。では今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。